活性白度は粘土の一種。吸着剤や石油生成工程での触媒などとして用いられる。モンモリロン石を主成分とする酸性白度を硫酸や塩酸で熱処理して得られる。活性白度は酸性白度を熱酸処理して得られるものであり、粘土の非表面積が100平方メートルごとグラム程度であるのに対し、 活性白度は200平方メートルごとグラム以上となることが多い。その生産場所は日本では新潟県体内市、柴田市、糸井川市や山形県鶴岡市など産生白度の産地の近くであることが多い。採用手の水沢化学工業が約8割を生産する。1935年前後に相次いで日本活性白度、東洋活性白度、 武田白土工業が設立された。フランスの友人オードリーは、石油税制の際のクラッキング用触媒に活性白土が有効であることを発見。アメリカ合衆国で実用化され、日本からも新潟県のカンバラ粘土が輸出されたが、合成ゼオライトなどの開発により、天然の粘土は次第に使われなくなった。多孔質で吸着性、脱色性に優れ、植物油を 軽度の真空状態で接触させて、カロチノイドやクロロフィルなどの有色素成分を除去したり、石油製品の脱色生成に用いられる。使用済みの廃白土は、セメント原料や有機肥料製造時の発酵促進に使われるほか、白土に残留した植物油を分離して、バイオディーゼル燃料を作る試みもなされている。酸質した酸性白土を粉砕し、 通常は、濃度25から45%の硫酸で80、摂氏105度、6から12時間加熱処理して、表面のアルミナなどを溶解させて多硬度を上げる。その後、排酸を分離し、水栓、ろ過、乾燥、圧縮脱気した後に梱包される。通常は 25kg 入りの紙袋包装である。排酸は、硫酸アルミニウムの原料とする。 製品1トンを作るのに、酸性白度2.4トン、硫酸1.2トン、石炭6 5 0ラムが必要である。一番の用途は、油脂の脱色である。油脂の種類により、油脂の重量に対して1から10%が使われることが多い。100摂氏200度に加熱した油に入れ、10から20分接触させた後にろ過分離する。ありがとうございます。